江東区にある新江東製造工場をね、見学した時の映像をあげますので、皆さん見てください。目の前見ていただくと2種類の清掃車があるのが分かると思います。頭の白いのと全部がブルーの車、頭の広い車はあれは各区が皆さんから預かる税金で動かしている車です。そのために東京23区の場合ではゴミを出すときにお金を取られていません。ただ現在お金を取られる自治体がだんだん多くなっています。ある袋を買っていただいて、そこの袋を入れないとゴミを集めませんよというところが多くなっています。それによってお金儲けをしようというよりも、それによってゴミの発生量を抑えようということでやっているところが多いようです。はい、そして先ほど言ったように頭の広い車、各区が動かしてますので、各区なるべく自分の懐からお金を出したくありません。どうしたらいいか。19ある製造工場のうち、なるべく近い製造工場に入ると、安くゴミを片付けることができます。そのように計画というのがされています。はい、ブルー一色の車、あれ事業系一般廃棄物と言います。事業系のゴミは実は有料です。この工場なんかでも入れるときには1キロ15円50銭いただくことになっています。15円50銭って結構安いんですよ。今30円ぐらい取られる自治体が多くなった、それでも15円です。いろいろありましてね、なかなか上げられないんですね、これが。先生ぐらいで燃えてるんですけれども、石油とかガスを使ってるわけではありません。ゴミだけで燃えてます。こんばんは、ファンクでーす。最近ね、ちょっとね、アクティブに上げておりますが、もうね、仕事でクタクタなんでね、ちょっと暴走しております。視聴者のね、皆さんがね、ブレーキかけてくれないと、とんでもない方向に進んでしまいますので、よろしくお願いいたします。そういえばね、今日ね、スマホ見てたらね、なんか年金支給70歳からみたいな記事出てたのね。ファン君じゃそのさ、物いっぱい食べるじゃん。長生きできないからさ、もう払うのストップした。だって70まで生きれるかどうかちょっと自信ないですよ。太く短い人生でもね、楽しくね、
エンジョイできればね、いいと思ってるね、タイプなんで、先立つものが欲しいんですよ。それでね、ちょっとね、仕事ね、早めに終わったからね、新宿でね、ちょっとゲーセン行ったのね。今、ドラゴンボールのさ、格ゲー流行ってるじゃん。で、なんか見てたらさ、なんかすごい面白そうだからね、ちょこっとやったのよ。ベジータいるじゃん。足クイってやるだけでさ、防御できるじゃん。だからね、あ、これ、なんか楽かなと思ってやったのよ。もう天津飯にボコられたよ、もう。めちゃくちゃボコボコされた。だからね、天津飯ね、ベジータがやられるはずないでしょ。ね。漫画の設定は外れちゃダメ。そういえばね、この間ね、相談とかね、あと情報とかね、どういうところにね、送ればいいですかっていうね、まあ、ツイッターからね、ちょっと連絡くれた方がいまして、でね、ちょっと説明オーバーさせていただきます。このね、動画にね、書き込んでほしいんですけど、古いやつはね、ちょっとね、見返す機会が少なくなってしまうんで、常にね、新しいね、動画に書き込んでください。それかね、あとね、ツイッターかフェイスブックに書いて、あとね、このブログにもね、ちょっとね、いろいろ書いてってください。できればね、メールでね、送ってくれるとね、他の人から見えませんので、よろしくお願いいたします。それじゃあ、早速相談のコーナー行きたいと思います。会社の付き合いで、よく飲みに行きますが、お酒は飲めないわ。嫌いなカラオケは強引に歌わせられるわで、もううんざり。うまい断り方があったら教えてください。アットマーク、プリンマン、25歳、断婚。婚はついてない?ごめんなさい。よくぞファンクに聞いてくれました。もうね、こういう質問はね、もうとてもね、得意なんで、的確なね、アドバイスをね、あなたに送ってあげれると思います。まずね、今日さ、飲みに行くぞって言われた瞬間にね、あ、すいません、私今日ちょっと、女の子の日でって、これね、完璧だから、うん。聞かない?聞かない?聞かないか。本当にお腹痛くて、ピンクの小粒コーラく飲んじゃってるんですよ。本当もごめんなさい。もう多分聞かないか。ファンクだったらね、もうはっきりね、お酒飲めないんで、あとね、仕事ね、ちょっと家で片付けたいんでっていうかな。かね、あとまあ、彼女と待ち合わせてるんで、彼女いなくてもね、彼女、最近できたんですよって。そこまで行ってね、あなたをね、まだ誘ってくるようだったら、まあね、参加してね、やばいくらい飲んでね、暴れる。でも、あいつ二度と呼ばないっていうぐらいね、はちゃめちゃにしてやる。わかるよ、ハンクもね、よくね、ちょっと今日仕事終わったら飲みに行かないって言われるのね。で、いやー、今日は久しぶりに現場入って疲れたからさ、休みたいよってか言いたいけどさ、ちょっと仕事の件で相談乗りたく、相談ね、乗ってほしくてって上司に言われるとさ、あ、はいって行くじゃない。仕事の話しないからね。さ、今持ってきたお姉ちゃん可愛いでしょ。気に入ってんだよって。あ、そうっすか。いや、気持ちはね、もうわかりませんよ。いやね、社会ってね、やっぱりね、あなたも世間をね、身につけた方がいい。飲めば飲むほど大暴れ。あなたにね、とってもね、おすすめしたい憲法。頑張って。よくね、ファンクはね、会社の人たちとね、神保町でいろいろ食事するのね。でね、もう昔からね、ちょっと噂は聞いてたね、キッチングランっていうね、洋食屋さんがあるんだけど、ね、なかなか入れないのよ。だって、
11時半からさ15時半でね、あとは夕方の5時からね8時半で、ね、短い時間なんだけど、もういつも行列でね、であとなんていうの、ご飯とかね全部ね売り切れたらもうそれで終了、下手したら1時間とか1時間半で終わっちゃうのよ。ですごい人気店でね、もうずーっと噂聞いててね、どうしても行きたいっていうこと思ってたからね、この間ね大雨がね降るねちょっと前に急にファンクねなんかね頭痛がしてね、すいません今日ちょっと早退していいですかってね帰らせてもらったのよ。ですぐね家帰ろうと思ったんだけどね、頭クラクラしてね気がついたらねグランの間に来てたの。偶然大雨がね降る前だからねお店ね全然人いなかった。ラッキーここではねメンチカツがね有名らしいんだけど、ねマスターにね今日何美味しいんですかって聞いたらね、今日ねいいね豚肉入ってきたからとんかつおすすめってねめちゃくちゃ勧められたのね。だからねとんかつと生姜焼きのね盛り合わせ930円、これをね頼んだよ。すごくね評判のねお店の味はどうだったかっていうとね、もうとてもね素朴な味、生姜焼きはね本当にね昔の家庭のね生姜焼きでね、とんかつもねなんかすごいジューシーでめっちゃ甘かった。なんて言うんだろう、もう昔からあるね、家庭とあと昔のねレストランとかで出てるようなね生姜焼きととんかつ、味噌汁ももちろん美味しくてね、ご飯もねほかほかで、やっぱりね噂通り美味しかったやばいこれまた食べに来たい、今度メンチカツ食べたい、聞いてた以上に美味しかったいやーここちょっとハマるわ、やばいいつもはね人がねガンガンね押し寄せるお店なんだけど、ね本当に雨が降るねちょい前ぐらいだからね、お店はねガラガラでねもうゆっくり食べれた、それもねもう良かった、すごい、じっくり味わえたもん。頭痛はどうしたかって、頭痛、いやいや頭痛くなってきたいやーこれもすぐ家帰らないと、ちょっとねご飯ねもったいないから全部食べてねもうすぐ家帰ってゆっくりします。多分ねこの動画ねうちの会社のね長い北さん見てると思うんで、北さんお願いチクらないでそれでは本日最後の相談です。朝起きて会社へ行くのが辛い、上司が僕を気に入らないのか頻繁にわざと咳払いを何十回もしてきます。その度に胸が締め付けられます。会社へ行きたくない、アットマークシルバー仮面。最近さファン君もさちょっとあることを思うんだけど、通勤の時にさ左側通行なんていうの駅でさ指定してるとこあるじゃん、で左側歩いてるとさ逆方向からさ歩いてくる人いるのね、向こうからすると右側になるのね、向こうが悪いのにさこっち見てさうんってさ咳払いする人いるじゃん、それと街歩いててさ頻繁にさ邪魔になると通行の咳する人とかさ、女の人でも男の人でも年配の人でも若い人でもする人増えたじゃん、はっきりねちょっとどいてもらえますかってね言えない人が増えたと思うのよ。でその上司もさあなたの何が気に食わないのかって言わないとわからないじゃん、だけどそういう咳払いをしてさあなたをなんていうの嫌な気持ちにさせてるんでしょ、とても陰湿だとは思うんだけど、これはね耐えるしかないとしか言えないとは思うんだけど、
ちょっと言ってみたら、最近咳されてますけど、風邪でもひかれたんですかって、みんながいるところで、頻繁にそんなにするんだったら、あなたがそういうふうにさ、されてるの気づいてる人もいるかもしれないじゃん。で、咳払いだから気づかない人もいるかもしれないけど、でもね、ずっと咳ばっかされてるんで、風邪大丈夫ですかって、なんていたわるような感じで、でもね、ちゃんとメッセージ性があるでしょ。そういうふうにちょっと言ってみたらどうかな。あとね、まあもうきついと思ったらね、会社行きたくないってどこまで行ってるんだったら、有給使ってね、なんかどっかさ、なんかいろんなものを食べてると、なんていうの、ものを食べたらいろんなとこ行ってるさ、動画とかを見てさ、何の動画がいいんだろう。あ、この東京市いやらしいですかはっきりね、言えない人だと思うのよ、その上司ね。まあその程度の人だってね、割り切った方がいいと思う。ちょっとね、仕事行きたくないっていうところまでね、悩んでるんだったら、また何度もね、相談しに来てください。犬のね、写真ありがとうございました。可愛かったです。またなんかあったらね、写真送ってください。じゃあ、またねー。